読み続けて面白がり続けてくれる、僕自身が毎年のことながらありがとうと思うし、そういうふうなことも起きるっていうことがすごくなんかこう嬉しい。144,188票の中から選ばれた最強の本は、栄えある第1位は作吉武慎介さんのリンゴかもしれないです。おめでとうございます。吉武さん、お方思います。おめでとうございます。ではお二人集合で、いいですね、おめでとうございます。いかがでしょう、よろしいでしょうか。小学生の間に読んで楽しい本ってたくさんあると思うんですよね。でそれをこれ皆さんがこれからもたくさんいろんな本を読んでいっていただきたいです。自分が好きだった本がどれくらいその他の同世代の人たちの間に人気なのかっていう確認することもなかったし、誰が何と言おうとこの本が自分は好きなんだって強く思うのもすごく大事だと思うんですよ。でも一方で、あ、みんなもこれ好きなんだって共感できたり、なんかそういうのもまた本を楽しむ一つの楽しみ方かなと思いますね。